キララ震えてるな。キララそれペット、あ、持つ、あ、復活した。SKJ ビレッジ、はい、おっしゃ、ありがとうございます。 SKJ ビレッジのセットアップ、さよなら、進行です。はい、はい、ゼルダの伝説スカイウォードソード、行きましょう。じゃあゼルダシリーズ新しいの出るんで、ちょっと我々やってないやつから結構あります、実は語り、あなた方は人間によって語り継がれた物語、いきなり話しまりますよ。これブラワイトのそのストーリーの時系列も加味したいね。あ、そうなの。空前にして絶後の池崎池崎にして死の終わり、その姿を表した邪悪なる存在、全部最初こんな感じじゃない？ガノンの紹介文というか、彼らは大地に暮らす者たちから微笑みを奪い去ったのです。おお、奪い去ったか。邪悪なる者たちは森を焼き、泉を枯らし、人を殺め続けました。いつもの感じといえば確かに、めちゃくちゃ殺すやんけ。じゃあ全部その殺しの歴史なの？ということでスキップさせていただいた上で、おい、スキップしたかい、始めます。名前か、ナイス、大事です。名前はもうシガさん、ケイジガさん、うん、ふっふっふっ。けど、お前なんで2回も登場するねん連続で。これは良くない。まあまあ、でも結構 YouTube で人気ですよね。確かにすごい。そうそう、 YouTuber としての、まあリンクと心の中で呼ばせていただくわ。キララ、おお、これ巨大生物か。ガノンよりは強そう。大体こういうのってガノンので手下なんかな、関係ないんかな。おお、大方向、リンクじゃ倒せないやろ。なんていうかさ、スカイウォードソード。スカイウォードってさ、ウォードってなんだ？ね。スカイは分かるとして。光じゃない。ウォードってそういう意味なんだっけ？ワード。あ、ワード？あれワードでしょ多分。ワードソード。スカイは。うん。何その鳥は。あ、鳥兄弟。めっちゃ空の話よ。何これ？天空やんけ。空に刺さりし。降りれるの？おお、お前羽生えてないよ。お、あ、乗ってんだ。うわ、たけてんな、あのテクニックに。マジでわかんねえ。うん。え、これだって、あ、ゼルダ？リンク。出た、これ、この像、ブルアイにもいましたね。あ、あのハートの器の像か。鳥乗れそうだね。この。うわ、怖いです、あの口の大きさ。これはゼルディングでしょ、完全にハシビロコウです。ハシビロコウの像、あ、ほんとだ、ゾウだ。なんかシーサー的な雰囲気でいるな。お、ナイスキップかましました、リンク。あんまかっこよくないなんでなんか顔ちょっと違うね、いつものリンクと。え、お、悪夢です。え、マジか、なんなんこの巨大ヒル。お前待て待て、お前目覚めちゃったらお前俺らも目覚めちゃうんですが感情移入いつよりむずいな。まもなく大いなる運命があなたの元を訪れるでしょう。目覚めの時です、アスカキララ。お前こっちなんだ、目覚める。アスカキララ、なんだよ。目覚めるって言うのは何なの？正規に似てるな、顔なんか。お、はじ、お、ハシビロコッチュ。うわぁケットが言って。たばかれて。なんかちょっと、そういう雰囲気か。ゼルダさんから手紙ですと。いや、まあ、かっこいい。お寝坊さん。あなたのことだから、きっとこの手紙が届くまで寝ていたと思います。当たった？おお。おはよう、アスカキララ。今日は、いや、慣れないよ。鳥乗りの儀ね。ああ。今朝の約束覚えてる？ゼルダより。なんか何歳になったら、初めて鳥に乗るんじゃないの？あ、通話。ケニアのなんか、やつみたいな。
何歳かの騎士学校。え、学校なのここ。誰だお前。キュア。おはよう。あすかキュア君。いやいや今日は毎回笑っちゃうから慣れないな。鳥のりのぎの日だね。言いにくい。鳥のりのぎの日。準備はどうだ。他のみんなも広場に行って練習してるみたいだけど、君はさすがに余裕な感じだね。赤いロフトバード、あれはいい鳥だよ。あれ登れた。結構死んじゃないぞ。あるな。でもなんかあれだ、動きが癖あるね、新しいやつに比べると。ああ、確かに。おはよう、アスカヒララ。さっきあれしたろ、今日は早速鳥乗りの練習会。うん、約束。ゼルダを待たせているのか。だったらちょうどいい。ゼルダの父上ゲボラ校長。あ、ゲボラ校長なんだ、ゼルダの父上。ベッドのミーちゃんがまた脱走したらしくて。ミーちゃんはなんだ。あの赤鳥だよ多分。ああ、ほら、あら、猫かい。この上にいました、ミーちゃん。こっから行くわ。ああ、二段ジャンプってこと。ジャンプボタンはあんの。いや、 B ダッシュすれば勝手にジャンプする。なるほど。届きません。あ、押すんじゃない、木箱。押せないか。あ、そういうこと。あ、動かすってある。A プラス L。 あー、なるほどですね。そうだ、確かに。そうだね、ブレマいない時はこういう感じだったわ。あ、これ結構謎解きちゃんとありそうだね。確かに。あ、みーちゃん投げる。みー投げすんのこれ。おー、無事に連れてきたか。神殿広場で包丁に見つかっにましたと伝えてくれ。 OK。 ハープが弾けますよ。リンクあんまかっこよくねえのがちょっときついな。ゼルダ、可愛くあれ。ゼルダ。あ、かわいや、複雑なんです。こちらがアスカキララだと。そこそこ。そちらがアスカキララであります。こちらですよね。ゼララです、あちらは。ゼララ、アスカゼララちゃんと起こした。起こしてくれたよ。俺アスカキララだから。なんか悪の気みたい。ゼルダ、儀式の準備はもう済んだのかな。ギボラです。お父様。え、ゲボラの娘がゼルダ。そうするキララ。ゲボラ。お、アスキララ。ワンピース。アスキララには他のものとは異なることがところがあった。ゾラはありますよ、もちろん。特別ですよ。デズベゼッシュアズの紅族だったというのに。紅族だったの、アスカキララは。あの赤き鳥は不思議な。ああ。同じ族の同じ鳥。キララ、とにかく少しでも練習していきましょう。敵を倒したいね。ここから、おおおおおお、ダイビング。マジ鬼だな。これ見せたら死ぬんだよ。感じられない。なんでなんかまた眠ってたの。センスなかった。早く下を押してこれか。すげえ。おいで、ロフトバード。どんくらい落ちるのよ。ロフトバード来ないですもあるよ、これ。ロフトバードが来んようだが、やばすぎ問題。え、大変。あ、これやばい。え、休み。ゼルダのロフトバードで助けるってこと。かっこよい。やばい、めっちゃ引き込まれる。赤ロフトバードは何サボしとんねん。落としたのこいつだからな。みんな当たり前にあれができるんだ。うわ、しっかり伝わってて、よかったな。ごめんね、無理な飛び方で怪我してない。本当だよ、危ねえな。かっこいいとこ見せる俺は。アスカキララのさ、どうしたのかな。どこ行ったのマジで、あの赤は。もう通れないんですけど。おお、なんだこいつ、顔すごい鋭いです。靴べらみたいな顔してる。うん、どうしたんだ。そんなに当てて何。お前さん、ロフトバードがいなくなったって。それならわしさっき見たよ。どこへ。バドたちのロフトバードに追われて逃げる。どこへ。いや、どこ行ったか分かんないな。バドっていうのは誰だ。入れないやんこれ。これより滝の裏の洞窟、吸血動物出没注意、子供は入ってはいけません。僕もダメですか。おぉ、泳ぐの早いか。え、どっち。おぉ、何この泳ぎ。せあり。あ、でもこれ、時岡から引き継がれてます、ね。え、これなのずっと。え、もっと癖あった、昔は。
泳ぎにくいだろう。うんきゃみたいな。これが何一番泳ぎやすいの人間って。ああ後ろかか広場。あこれかみんないないじゃん。鳥乗りのぎできるのか。あいた人。あ来たパンパカパンパカパンパカバドさん意外と手こずっちゃいましたね。あお前らいたずらしたな。ガノン一族っぽい顔が。野郎はタムな体で有名な幻のクレノイ族だからな。けどいくらやつもそう簡単にあそこから逃げ出せねえだろうぜ。まあジャイアンねこいつらは。ボコせ任せなさい。素手で言ったらこいつ。わあアスカキララおめえいつからそこに。いや嬉しいだろうよ。キラキラします。キラなんのようだ。あーなんかあれなんかあいつみたい。あなんとかですね。田村正和。あー田村正和今日は鳥乗りのみたいな。ハンバーカンマハンバーカンマカオスカオス。ハンバーカンマがアスカキララを回ることはありません。優勝確実のバド様に負けてくださいませんかと泣きつきに来たってわけだ。ゼルダと二人きりの女神像での儀式でたくてたくて仕方があるか。そうかそうか。うわ残念ながらこのバド様の少年はおめえみたいに腐ってね。今日は堂々と勝負と行こうじゃないか。顔腹立つなこいつ。あれお前の真っ赤なフライドチキン姿が見えないようだけどどうしまったんだ。めちゃくちゃ好きやんおめえ。すごい髪型だな。うるせえよ俺様の美学にケチつけんじゃねえ。いかつこいつ。大体おめえは幼馴染って立場いいこといつもいつもいつもゼルダに構われてチャラチャラいチャラと。えチャラチャラいチャラと。はチャラチャラいチャラって何。おめえみたいなのが誉れ高い我が騎士学校の風紀を乱してんだよ。騎士学校ではあるんだ。誰が風紀を乱してるですって。ゼルダ！え、こいつ切れたらそんな力あんの？これは。MB が。やばい。横スマかこれ。あなた、またアスカキララに絡んでるの？絡むな。もうやばい。複雑。それ絡みたいよね。私たちは同じ騎士学校に通う仲間でしょ？どうしてアスカキララばかりにひどいこと言うの？それは、そのだな。何？何なの？なんか、可愛い。やばい、うん、あのだな大好きあのだな怖いよあのねあの日村だやばいってこれじゃあなキララあおめ仲いいふりしてる何もしてないふりしだした自慢の赤いのが見つかねたらやばいんじゃねえのええー、いいないやアスカキララ君ちょうどよかった君探してたところうんセバスン君の様子が変だセバスン君あ、セバスン君。バドに、お前いじめられっ子か。よく勇気を出してくれた。ほら、もう正直に言ってもらえんよ。ちょっと前に僕が食堂の掃除をしてたら、バドたち3人がやってきて、僕には気がつかずに、アスカキラのロフトバードを、うん、アスカキラに知らせようと思って、食堂を抜け出そうとしたら、見つかっちゃって、うん、アスカキラに話したら、二度と鳥に乗れなくしてやる。ひでえやつだな。滝のあたり、オッケー？あ、剣拾ってから来るんじゃないここ。ここはそう。イグルス。俺の部屋へ来い。いくらでも教えてあげる。こっち？うん。クレーンじゃね。マジで？おい、むず。おぉ、来たーめっちゃ光っとる、めっちゃ光っとる。あ、これだ中央の剣これだ今持ってんの？うん。背中にしょっちゅう。よーしやらせろオッケーオッケー。射撃だ。はっ！おぉ！これは？はっ！横切り！そうかい！これ月だ、多分。なるほど。はっ！おぉ、いいね！はっ！斜め。切り上げもあるよ！はっ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 ！あれなんか、はっ！はっ！おぉ、うまい！はっ！一回、冷静に。はいはいちょっと前じゃないですね距離が足んないかもねはい横すくい木の横すくいですはいはいはいあ勢いも足りないとダメなんだ見事だアスカキララ大したものだな教えがいがあって良いぞ回転切りもやったよねさっき回転切りちょっと覚えますねおーうわ気持ちいいですはい
おお見事。はい。はい。じゃあ苦手なやつです。はい。この左上右下が一番苦手です。はい。それ自分の位置も剣変えられるんだ。はい。誰？はい。はい。今切り上げでした。なかなかですこれ。大丈夫です。緑に振るなよ、サイガツ。練習しました。決して。さっきはね、良かったじゃないですか。緑には絶対振らない、俺はスカイロフトの剣士。だから普通に。てぇてぇすぐ振るな。セバスン。セバスン、ムカつから切ってもいいこいつは。セバスンっていじめられてるんでしょ、だってこいつ。おめえが止めてくれたら良かったのに。えぇい緑もいいとこや、これ。ヒゲ剃りしてあげようぜ。ジョリ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 。なんか手の動きにそのままなってるね。すごい。で結構再現度高いよね。すごいすごい、おもろい。なんか確かうん。あ、すごい、俺はカボチャ狩りの達人。あ、なんじゃ。やい！おお、金金。ルピー。カボチャからルピーです。切ったらルピーが。あ、そうなの？ルピーカボチャ、これが伝説の。伝説だな。じゃあ。それ育てたら億万長者や。鮮やかなり、あ、切れ目ちゃんと斜めになってるよ。マジで。おお、早い。早切りだ。シュ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 だ。あ、これか。マジオケ。あ、いた。閉じ込められてるやん。急に。ぶった切れ。すげえすげえ。細かく切れる。結構こぶ細かく切れる料理みたいに。みじん切りです。すげえ。この俺の鳥を押そう。滝の裏の洞窟。滝の裏の洞窟。あ、敵出るかも。コウモリちゃんです。あー、ぐらいでも出るよ。おお、気持ちいい。キースかこれ。キースの爪みたいなやつ。魔物の爪だ。痛いようだ。おお、縦の回転もある。あ、やばい。やばい。振りほどけ、振りほどけ。疲れてる。疲れ。下の方むずいわ。そんなやり方なんだっけ本当は。なんだテニスみたいになってる。あー、ちょっとダサいけどね下の方。ありそう。アイテムとスライムだ。やばい、つまらぬものに取りつかれた。下から上切り、下から上。急に疲れんなよ、おもろいなこいつ。でもアスカキララが、あ、ゼルダやろうって思ったら名前アスカキララにすんのかな。まあそれは本人でしたな。キララー復活したんだ、ゼルダ。やっぱり朝キララだったん。あ、はいはいはい。あなたの友達見つかった？見つかったよ。よく遊んでた場所、バドたちは。何？バドが共鳴している。誰か呼んでる。あ、ごめんなさい。あ、ゼルダもなんか、見聞色的なやつの持ち主なのか。おぉ。違う。あ、いた！俺の鳥ちゃん。見つけた！かわいそう。絶対誰かが閉じ込めてる、これは。アスカキララのロフトファーム。むずいな。リンクっていいんだけど、本来。アスカキララ、早く、助けて。回転切りだ。ちょっとずつ切れてる。無駄に切るな。ナイス。あれ、ヤンクック見てたな。あ、怒ってるよ。クレナイ族ですから。ナイス。でも、かわいいなのかな。乗せろ。やつ、あれ。っていうやつ。アスカキララ、みんなこの虚無の世界なんだってよ、下は。え、じゃあ天空しかないと思われてんの、ここの世界は。雲に、そうだね。雲の下は何もないと思われてる。逆にね、普通は天空の島を探しますが、彼らは下に行ったことがないんだ。おもろ。まあでもここで生まれたら下に行くの怖くね。あれ確かに無理だね。確かに。そっか、生まれた時は天空族なんだ。わあ、そう考えるとなんか地球に天空島はないのかなって思ったけど、ないか。落ちちゃうもんね。確かに。なんで落ちないんだ。不思議だな。じゃあそのまま。おーおーおーおお。乗ってから降りりゃよくねって思う。ほんとそれな。
まあ、格好つけたがるからな、全員な。おぉ、できんのこれも。起爆する?オッケー、万全よって言ってくれる、了解。あ、やばい、バドだ。出た。よう、アスカキララ。なんだ、お前のチーン、使ってなって、チーン。朝から整えたコンディションガタガタぜ。おめえだけ。で、お前、俺の鳥を普通に隠すな。マジで。おめえは女と一緒ではないと何もできないのか。男です。僕、ゼルダちゃんと仲良しです。幼馴染お見合いカップルです。って自慢か。切ろう、こいつ。うぜえ。マジ、こいつの髪の毛。なんだこいつも、チビデブ、パーツ中心寄せ。何か。お前、悪いこと全部したじゃん。チビデブ。パーツ寄せ。ゼルダからもらえるパラショールは俺様がいただいて。ちょっとあの、前田敦子のモノマネしてる人に似てる。あー、金太郎?あ、そう、金太郎。ムフフフ。でもあんま気になってごめんなさい。あ、本当だ、金太郎。めっちゃ金太郎に見えてきた。もしかして地上に行くストーリーなのかな?すげえな、それ。おー、あれです、ブルーインパルスです。ブルーインパルスだ。なんで金太郎?あれはヘなのかな、鳥の。まあ、鳥のヘなのよ、これ。カラフルトリヘじゃないとこれ無理よ。あ、そうだね。いや、これカラフルトリヘだよ。いや、カラフルトリヘ相当準備必要よ、これ。すげえ出るやん。事前に芋いっぱい食わされて。カラフル芋?今から鳥の彫像をつけたこのロフトバードを放つ。え?はい。私の合図でスタート時から脱出、そしてそのままそのままダイビングして鳥に乗ってもらう。うん。あ、彫像を空で奪い合うのか。え?どうやって?危なくね?彫像がずっと落下して。あれじゃん、ハリー・ポッターのこの。この、これじゃん。じゃあ、ちゃうね。まあ。はじめ!おい、やばい!手を蹴ったよ!バンバン!あれ、俺足早い!いや、あ、でも下に落ちてるのか。下にあんのか、どこにあんのか分かってないから。探せ!鳥の木の日の日だ、今日は。マーク出てる、マーク出てる。鳥の木のクリッチ式だ。任せろ。俺は進路を予想する。彫像の気持ちになれば分かる。鳥の木の日の日だから、鳥にノリノリで飛び乗り。っていう考えた。で、呼び乗りの。あ、いいね。呼び乗りの儀の日乗り。呼び乗りの乗りとか誰だよ。あ、やばい。あ、ついていく。あいつタックルするのかな、アタック。で、え、これさ、なんか急停車できないの、近くで。急停車できないね。減速はできる。あ、そうだ、近づいてから減速ですね。でも、捉えるのむずくね。でも後ろから追っかける形になるという。ああ、来た。結構いい、結構いい。で、こいつどっかで急展開するから。めっちゃいい。捕まえた。あ、おめえ、俺の優勝邪魔すんじゃない。最後空気が出る。お、やばい。あ、あ、バドさんの邪魔すんな。これでも食らえ。なるほど、3回ぐらいは捕まえないとダメなのか。あ、なるほどね。お、やばい、クッキーが投げられてる。じゃあこれ変わるか。ちょっと結構面白いからやってみる。クッキーが投げられて避けて。あ、当たっていく。あ、どうやってやんの。あ、ちょっとなんか、ね、確かにそうだよな。途中で、お前、鳥乗りの儀の途中でノリノリで渡す。あ、合ってます。なんかマジで直感的ではある。そうです。まあ、パイロットだと思ってやってくださいよ。いや、逆にいく俺の。そう、ナイス。それで上に行く。で、下に行くと急下加速ができる。いや、シーカーと逆に行くのはなんで。俺もなんで俺だっていいかも、下から取られるの。あ、ナイス。いいよ。あ、いい感じ。近く行ったら A 出る。めっちゃいい。ナイス。うわー、腹立ち。誰今日全然ごめんなさい、できません。あ、ごめんなさい、ちょっと途中で私は僕が悪かったです、それは。さあ、上から狙う。結構かなりでかいです。この彫像を手に入れたゼルダ喜んでくれに違いない。いや、気持ちよさそうこいつ。アスカキララ。なんだそれが。何回見てもおもろい。アスカキララ。やばい。受け止める、受け止め信じ合いだ。ああ、優勝おめでとう。え、チューのタイミングだ今。だ、儀式よ。なんか死んでるもんね、もう。やばい、ゼルダ脱ぎです。え、ゼルダ今脱いでます。キララじゃなくてゼルダは。ああ、難しいところです。あ、え、普通にくれる。俺、私の下着
パラショールを手に入れた。パラショールってあれじゃん、あの、ね、国王がくれたやつじゃん、前の。ほのかにいい香り。え、キモ、お前言ってること。確かに。あなたに渡せよかった、大事にしてね。めっちゃラブラブやんけ。ありがとう、キララ。私の約束、守ってね。さあ、儀式の最後で。あ、え？いいんですか？え？するか。ちょっと。まあ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 。え？あ、本当に？ここから飛び降りるの。みんなに期待しちゃって、キララ。めっちゃ期待したわ。エンドが出会って石畳が見えるでしょ。あそこの中心にうまく降りるの、この儀式の仕上げ。押さなかったらどうなるんだろう。さあ、ケニアのあの、この、二十歳になったらやるんですか。ノーバウンドよ。あ、失敗しちゃったの。失敗しちゃったの話じゃないでしょ、これ。ちゃんと死ねるんだ。まず、円の中入ってないしね。押せた押せてないより。うん、そうなのよ。階段端一番痛い。一番痛い、あそこ。マジでできないんだけど。階段の持ち手のところ。いや、最後さ。ふざけてるわけないのよ。かわいそうですよ。じゃあ、もう一回やってみるやつ気になるし、やってみ。ちょ、マジで無理だけど、でも見ててね。もう操作方法俺も知らんねんけど。あ、じゃあ加速しないんだよ。おー、できたじゃん。むずそうだな。見えてなかったもん、もや。上出来ですわね。え、夢中するぞこれ。フェイントの5の最後、鳥同士が勝手押した。あー、ディズニーかよお前それ。ありえる。ねえ、アスカキララセック。え、女神の下で天気もいいし風が気持ちいい。これさ、わざと匂わせしてるの。確かに確かに。ゼルダス、いいよ。え、少し空の散歩をしてから帰らない。あ、お前、このお前、俺のスカイウォードソードがどうなるって。俺のスカイウォードソードの話か。それがマスターソードって話。いや、マスターソードはまだ抜けませんよ。13歳にならないと。ハート13個やん、それ。アスキララ、ねえ、アスキララ。やばい。見せてあげる。私絶対今日のこと忘れない。あなたはとても上手に飛んで。トリノリの儀。なんでこんなにベタベタなの？こいつ、確かに、ね、狙ってるもん。としか思えないもん。なんか、もしかしてゼルダ死ぬ？あ、これなんか、雷に撃たれて死にそうじゃない？こいつ。ガノンを抑えに行くってこと？あのアスカキララ。え？なんか、まぶたが、私ね、え、なんか死にそうだ！あ！え？あ、あれは、どっからビーム？グラウンドデスだ。ガノングラウンドですよ、これ。やばい。なんだろう、これ。あ、割とマジで正ストーリー。あ、あー、キララ。アスカキララ。あ、逆か。むずい。こん、あ、やばい。あ、地上に行っちゃったんじゃない、これで。あー、なるほど。それあり得るぞ。で、ガノンを抑える100年間が始まるの。それ言い過ぎか。そういうこと？いや、違う気もします。いや、でも、キララも落ちてる。そう、キララ。え？あれ？あいつは誰？あれやねん、普通に。あなたを待っています。ミファみたい。あ、ほんと、目覚めた。あ、似てる。大家の使命のため、あなたの力が必要とされています。もう、なぜアスカキラリにしちゃった？長いし。これは今実際に同じ位置にいるの、これ。バックバック宇宙。あ、夢です。え？え？もう一回？これさっきループしてんじゃん。目が覚めたか。え？ゲボリングです。ちょっとすいません。やばい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 。娘はどうなったのか。察ししてる通りです。お父さん、こんなことがありました。スナブラシ。俺がゼルダを救いに来ました。まだ無理をしていけません。ゼルダの良さがあの子はいつもと変わらぬようだというか。あ、いや、いや、なんか、めっちゃ匂わせてました。匂わせゼルダでした。よく考えたら。なんか言いたそうな気もして。匂わせていました。あなたの娘はかなり、いちいちなことがしたいような雰囲気でした。ゼルダが大地と言って男。え？言ってたっけ大地って。大エチは言ってました。大エチ？おい、キララ。ほら。
騎士学校最初の場所です。お、ミファだ。あ、ミファいた。ミファっぽいやつ説。これは夢ではない、ついてきなさいと言わんばかりの落ちないように行けてる。うーん、こんな道通ったことないな。マスキング。おお、あ、なにこれ。こいつが実はあ、ペットのミニちゃんみたいな。おお、こいつあれか、実はめっちゃすごい。うえー、え、え、夜になると凶暴なんじゃない。あ、じゃあもう魔物化されてきたってこと。いや普通に何か乗り移ってんじゃね、プレデター的な感じで。かわいそう。でもなんかペットよそれ。キララ、震えてるな。キララそれペット。あ、持つ。あ、復活した。お前それやっちゃいけないよ、今復活したばっかりなんだから。まあでも言うし、もう何事もなく行くなってそれ。お、また来た、登ってきた。戻った、戻ったよ。お、本当に戻ったの。顔戻ってなくない。ほら、いやでも懐いてるよ。暴れてないこれ。懐いてるんだからいいじゃないか。どうやってこの上行くの。そこ、あれはしごでカカカって行くんだよ、はしご。おめえ、ジョーザー、今日落としちゃうぞお前のこと。降りた瞬間めちゃくちゃ切るやん、ケツ穴を。確定、確定、確定好き。ケツ穴確定申告だ、それはもう。敵ばっかりいるとこ連れてきやがって。早切りだな、最後。そろそろ新しい武器欲しいな、ちょっとダメージ足んねえか。ミファーです、本名。あ、あ、あのマークだ、セルガのマークだ。あ、お、魔法だ。え、なにこれ。象の足元か、これ。ダンジョンか、これ。お、女神像内部。あ、マスターゾーンだ。いきなり、いきなり見せて、まだ抜けないよってこと。でもマスターソードじゃないっぽいけどな、これ。キララに抜けないものはない。さあ、やっちゃいなさい。いや、その通りだ、その通りだ。お前まさかこのためにやったのか。すげえ。お待ち申し上げてました。我が創造主を選び運命の多かった。アスカキララ。ファイ。ファイ。それが、私の願いな、時の向こう、遥かな格好。ずっとこの最強の抜き師を待ってたんだよ。アスカキララという、100年に一度の逸材。伏線回収です。やめろ、お前。今日、テクスギだらされてます。これから出ますから、今日、テクスギは。この次言っていいよ。アス、選ばれしよかった、アスカキラ。アスカキラで抜けるものはない。いや、逸材よ、これ、かなりの。あなたの探すお方、ゼルダスの命は失われていません。あ、生きていますと。え、これ以上の言葉を不要と判断します。その点で剣の剣を抜き、剣、天に掲げてください。ビュー、行きます。さあ、抜いてみよう。さあ、抜けあれ、でもマジ。あ、あれ、抜けた、抜けた、デルデデー。やった、暴れ暴れ、抜けたー。嬉しそう嬉しそう嬉しそう。抜けたーじゃないんだよ。あ、待って、回転切り、な、マジで何掲げろってこと。あ、手に掲げるって言ったな。あれあれ震えてんだよ。え、マジでごめん、できない。ええ、もっと、いや、動きおもろいからや。あ、なんか、あ、天に、あ、弾がある。天、あー、光を吸収したね、なんかかっこいい。女神の剣を手に入れた。あ、マスターソードじゃねえんだ。あ、ほんとだ。でもマスターソードに似てない、マジで。いや、違うな。あ、マジか。メガツルね。ファイ、承認完了しました、マスター。マイマスター、アスカキラー、後輩。そういうビデオじゃん、じゃあ。アスカキララ、剣の精を携え、精を携え、雲を越え空を下り、二子と共に強き光で大地をよみがらさん。下るんだ、空を。二子なの、お前は。
古文書にはね、スカイロフトよりもずっと広い大地呼ばれる場所のことが書かれているの。へえー、そんなこと言ってたんだ。あ、言ってたのよ、確かに。大地に向かわなければなりません。あ、じゃあもう スカイにいるのは最初だけなんかい。我らにとって大地は禁断。誰も行けませんよ、誰一人と雲は行けません。あ、なんだ、え、パイ手ないな、すごい縦石レンガ地上へ落ちるためのミス。ああ、地図だ。この部屋の台座にはめ込む、はめるエレベーター式です。欲望樹、わお。マスタースカイ、スカイウォードとは先ほどマスターが剣を天井に向けてかけられた時に、あの力が光の力だ。スカイウォード、スカイウォードを貯めて紋章にぶっ刺します。オッケー。